どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はめっちゃ面白いと思いますし、かなりですね、力を入れて作りました。かなりというか、最近半年以内で最大にですね、リソースを割いて、このプレゼンを仕上げてきました。ということで、ドイツ戦略ですね、インダストリー 5.0 ですね。まあ皆さん 4.0 も深く理解する時間もなかったと思いますが、ついにその 5.0 になりかけていると。しかしこの 5.0 をですね、理解するためには、インダストリー 4.0 って何だったのっていうことをですね、理解しないとよくわからないと。しかし、こういったものをですね、体系的に言語化できる担当者がいないので、多くの日本人がその真実を知らないということで、そこをですね、深掘って皆さんも、あ、そういうことか、ドイツはそこを狙っていたんだっていうことが理解できる神プレゼンになってますね。はっきり言いますと。で、皆さんの思いもここに載せてるということでございます。本日はいつもながらですね、クラウドのことならサテライトオフィスさんにスポンサードをいただいております。早速ですが、ここを深掘っていきたいと思います。実はですね、インダストリー 4.0 についてはですね、過去2年ぐらい前ですね、動画にまとめていると。当時はですね、僕自身の人脈もないし、まあ案件もあんまり入ってきてなかったので、僕自身の頭のリソースだけで導き出したんですね。で、当時は、インダストリー 4.0 というものは TPS の改訂版だと。デジタルを使った TPS だ、みたいな内容で言ったんですが、僕もですね、過去とは違うと。あれから約2年が経過しですね、毎週のようにインプット、そしてアウトプットを繰り返してきたわけですね。毎週動画上がってますよね。なので毎週ですね、プレゼンを作ると。もう意味わからんハードワークを続けてきたわけですね。多くの製造業のプロと出会っても来ましたと。多くのつながりもできたということで、製造業に従事するですね、プロたちの金銭にこれ触れてきたと。こんな稀有な仕事はありませんと。ほとんど工場に訪問すればですね、部長、役員、そして社長クラスと面談をすると。今のですね、製造業の最先端に触れてきてるわけですね。なので、インプットアウトプットしごかれてきたと。そしてですね、そのプロたちのですね、思いを背負いこのプレゼンに込めていきたいと思っております。じゃあですね、どういった方々と出会ってきたかと。メインスポンサードいただいてるマザックさんですとか、ドイツ系のベッコフですね、川野社長とか、デンソーウェブの変態沢田部長ですね。まあロボット作ってますと。こういった人たちですとか、まあトヨタグループですね、東海理科二の湯社長に呼ばれたりとか、あとジェテクトにも訪問してると。工作会とトヨタグループの出会いもありましたし、何よりですね、セミコンジャパンということで、これ2021年ですね。2021年からセミコンアンバサダーということで、拝命いたしまして、セミコンを盛り上げると。で、2022年もやりましたし、こういったミニマルファブとの出会いもあったと。これでですね、よーくその、半導体分析できましたね。半導体との出会いと、自動車産業との構造の違いですね。半導体産業しか知らないとか、自動車産業しか知らない。まあ、それもいいんですけども、多角的にビジネスモデルを俯瞰することができた一要因だと思います。さらにその他には、ヤマハ発動機ですとか、三菱電機みたいなですね、FA の巨人たちですね。要するに生産技術と関係性が深い人たちと出会ってですね、研鑽をしてきたと。彼らのですね、知能というか知見をこのプレゼンに動員してるわけですね。はい、ということで、日本の製造業、ハードワーカー、ですね。重労働してるというよりは、頑張ってですね、ひねり出してると。脳みそを使って、製造業に貢献してる人たちに響く動画になってると。単なるですね、ワーカーですね。与えられた仕事だけをしてる奴らには、このプレゼンは響かないので、ここで消していただいて結構でございます。しかしながら僕のプレゼン、動画を見るくらいでございますので、ハードワーカーだと思うんですね。そういったですね、脳みそに汗かいてる人たちに響く内容になってると。いうことで、そういったハードワーカーにこのプレゼンを送るし、このプレゼンを作るために僕も非常にハードワークをしました。話戻しまして、製造業強国ドイツが挑むですね、インダストリー 4.0 ですね。これはですね、単なる戦略ではありません。魂を込めた次なる製造業戦略と。その戦略もですね、進化してきておりまして、最近ではカテナ X みたいな一大プロジェクトが立ち上がっていると。巨大プロジェクトを言語化し、そして横串を刺し突き進んできてるわけですね。要するに、パッと出の構想ではないと。インダストリー 4.0 とは一体何なんだったんでしょうかと。ではですね、製造業強国のドイツということで、製造業強国とは一体どういった国々を指すのか。まずは米国ですね。製造業の割合は非常に少ないんですが、GDP 比としては少ないんですが、持っている産業を見るとですね、非常に強いと。例えば半導体製造装置で言えばですね、このようなアプライドマテリアルズ。まあ、俗に言う AMAT とかですね、ラムリサーチですね、世界シェアトップになっていると。で、もちろんその半導体製造装置だけではなくてですね、半導体の設計に必要な EDA ツールというものがあるんですね。要するに、半導体という回路を書くんですが、その後ですね、うまく動作するかという検証が非常に重要になってきておりまして、この検証ツールもですね、ほとんどアメリカ企業が握っているということで、ケーデンスとか、メンターはですね、シーメンスが買収しましたが、ほぼ中身はですね、英語喋る人がやってるわけでございますと。もちろんですね、半導体メーカーも非常に多く存在するということで、
インテルとか AMD とか、そしてクアルコン、マイクロン、NVIDIA みたいなね、皆さん聞いたことがあるメーカーがずらりと並ぶと。もちろんその半導体だけではなくて、このようなボーイングですね、航空機メーカーとか、キャタピラーとか、そして GM、自動車メーカーもあったりとか、まあ新興企業で言えばテスラですね、電気自動車。自動車メーカーにプロットしていいかという議論はあるんですけども、今日はまあそういったことを話してるんじゃないんで、ここにプロットさせていただきます。で、日本がですね、勝てなかった PC メーカーですね、デルがあったりとか、製造業の起源というか、かなり上流である CAD メーカーもこのような強いところを保有していると。GDP 比としては小さいが強い製造業を未だに保有しているのが米国であろうと。で、一方の日本はどうかというとですね、まだまだ五種で戦えるメーカーがずらりと並ぶと。まあ皆さんご存知であるメーカーがここから出てくると。例えば、半導体関連も強さを保有しておりまして、CMOS センサーであれば世界ナンバーワンと。で、メモリーも記憶視野があったりとか、パワー半導体もですね、上位10社に連ねるようなメーカーがいくつもあると。東芝さんに今度行くんで、東芝乗せてますと。もちろん、半導体製造装置でも世界2位ということで、東京エレクトロン、ディスコとか、スクリーン、アドバンテスト、エバラみたいなね、過去取り上げたメーカーもありますが、こんな感じで強さを保有していると。特にですね、化学材料では圧倒的な強みを保有しておりまして、レゾナックとかですね、過去動画上げてますね、新越化学工業とか、基盤メーカーですね、イビデンとか、新興さんがあります。まあ、いろんな強みを持ってるメーカーがあるんですね。で、話を移してですね、工作機械になるとですね、心臓部の CNC ですね、ニューメリカルコントロールですね、もう電子制御で動いていくようになっておりますが、ここの心臓部分はファナックとか三菱電機がシェアを7割ぐらい持ってるわけで、グローバルナンバーワンであると。で、そこに連なるですね、工作機械もこれまた強くて、DMG 森とか、マザック、大熊、牧野ということで、競争力があるわけですね。まあ、ドイツと市場二分してると。で、生産量で言えば中国がナンバーワンなんですが、工作機械の中心部に乗る CNC はほとんどファナック製とか三菱電機製になってるわけですね。ということで、実は核心部分は日本が握ってますと。で、その他にも、ロボットですよね。世界4強のうち2強が存在するということで、ファナック安川と。そして、川崎ですか、デンソー。スカラロボットナンバーワンのエピソンが。そうです。してると。もちろんですね、皆さん大好き自動車産業も一大拠点があるということで、トヨタとかホンダ、日産、まあこれは釈迦に説法なので言う必要はないかなと。自動車産業だけでですね、国がやっていけるわけではなくて、その自動車産業の生産技術を支えるようなメーカー、三菱とか、オムロン、そして SMC、ミスミとか、まあいろいろ FM メーカー、IAI とかですね、ヤマハ、等々ですね、強いメーカーって非常に多いわけですね。その他、検査であれば三菱があったり、MLCC とかですね、抵抗であれば、太陽誘電とか、村田製作所とか TDK があると。さらに、モーターで言えば、ニデック、パナソニックとか、いろいろモーター強いメーカーありますよね。ということで、エッジデバイスではですね、非常に強みを保有していると。じゃあ今回ベンチマークをするドイツの強さはどこにあるかという話に行きたいと思います。同じですね、WW2 敗戦国として製造業で巻き返しをドイツは狙ってきてるわけですね。あ、言うまでもなくですね、皆さんが知ってる自動車ですね、ベンツとか、フォルクスワーゲン、BMW ですね、日本の中でも見かけると。ドイツ以外のメーカーってほとんど見かけないんですけど、ドイツはバンバン走ってるわけですね。で、もちろんそこにですね、つながるサプライヤーも強力であって、ボッシュとか ZF、コンチネンタルみたいな。感じで売り上げとしてはデンソーとかアイシンと五分で戦ってるんですけど、成長率で言えばですね、彼らを凌駕していると。 CNC に至ってはですね、世界最強の制御ということでハイデンハインがあったり、非常にこれハイデンハインの CNC 見たことあるんですけども、生産技術要因がですね、現場でわかるようになっておりまして、で非常に早いと、まさに最強であろうと。その他にも光学機械メーカーですね、日本にはキャノン、ニコンありますが、過去動画に出しているようにカールツワイツですとかグリーソンですね、工作機械で言うと歯車ナンバーワンの企業ですね。あとこういった板金加工のメーカーもあります。装置や検査でも強みを持っておりまして、 FA の巨人シーメンスを擁しております。さらにベッコフみたいなオープン志向の企業もありますと。 IPC ですね、オープンな志向で製造業の再定義に彼らは挑んできていると。で、他にも化学メーカーないのっていう感じですが、巨大10兆円ぐらいの売り上げが誇るですね、バスフなどを要していると。世界で活躍する日米独の製造業でございます。中国もですね、ここに割って入ろうということで、半導体を中心に製造業の強化を進めてきたんですが、ここにですね、邁進しすぎてですね、米国という虎の尾を踏み、いろんな規制がかかると。ということで、例えばですね、EDA ツール許可制になったり、微細な回路を描くですね、露光装置輸出禁止になったりとかですね。あと人材に関しても、中国で半導体関連で働くなみたいな通知が出てると。まさにもう半導体はなかなかもう中国難しいんじゃないかなっていう状況になってると。もちろん半導体が難しくなればその他の領域で勝負を仕掛けてくるだろうということは大いに想像できるので、まあ例えば CNC とかそういった他の分野で巻き返しをおそらく仕掛けてくるんじゃないかなと思いますと。
日本から見るとですね、ドイツの話に戻しまして、突如出現した製造業戦略ですね。ドイツデジタル戦略インダストリー 4.0 と。当時ですね、2012、3年頃ですね、ハノーファで初めて発表されまして、日本がざわつきましてですね。それ以降ですね、日本の製造業でも DX とか IoT がバズワード化したわけですね。これによってですね、関連商品もたくさん生まれましたし、まあ、場当たり的な対応をした担当者ですね。まあ、役員の方がですね、ポンコツでですね、DX やれとか IoT やれっていうふうに言われるんだけども、なかなかよくわからないということで、役員の言語化能力がなかったわけですよね。ということで、今でも DX、IoT って言われてるわけでございますと。実はこれらの構想はですね、突如出現したわけじゃないんですね。要するにインダストリー 4.0 はパッと出じゃないと。官と民が文字通り緊密に連携し、ひねり出してきたわけですよ。巻き返しを彼らはここにかけてるわけですね。しかもこの戦略の恐ろしいところは、進化する産業戦略であると。それでは細かく見ていきましょうと。実はですね、このインダストリー 4.0 が出てきた火種というものはですね、日本にあると。いや、日本にこそ実はあるんですね。日本人の手によって成し得た奇跡の高度経済成長。ここから語らないと、このインダストリー 4.0 というものは見えてこないと。こんな感じで、まあ、バブルの前ですから、僕が生まれる前ですよね。内容としてはですね、僕は目の当たりにしてないんでわからないんですが、もう破竹の勢いで GDP をですね、イギリスなんか追い抜いていったと。いう感じです。頑張ればある程度の生活水準は保障されたと。家電や自動車は国境を越えて売れに売れたということで、今の電機メーカー8社を生んだと。そして現場のすり合わせ力と生産技術力ですね。これによって勝ち得た半導体製造能力は、後に日米半導体協定、もう見返せばですね、かなり不平等条約になっておりますが、ここまでアメリカを追い立てるわけでございます。じゃあその生産技術能力ってどういったことを半導体でしたかというと、まあ当時ですね、DRAM のぶどまりって日本 80% ぐらいなんですね。要するそれにウェハーから 80% は良品が取れたと。しかしながら米国ってどのくらいであったかっていうとですね、50% くらいだったんですね。じゃあなんでそこまで差がついたかと。日本はとりあえずクリーンにしろと。ということでタンクローリー、化学薬品等を使うのですね、当時タンクローリーでそれ持ってくると。まあ今もタンクローリーで持ってくるんですけど、そのタンクローリーの中のですね、金属なんかも電解研磨すると。そこまでこだわると。一方のインテル等はですね、ぶどまりが悪くなった箇所だけ改善していくということで、悪いところをどんどん潰すという方式だったんです。ということでそこまで差がついたと。何より米国では禁じ手と思われていた銀行への借り入れによってですね、投資をしていくと。おそらく将来成長していくだろうっていうことをある程度想像できたので、日本人はですね、銀行から借り入れしてそれでドライブしていくと、産業が成長していた。まあそういったエコサイクルが回っていたわけですね。その結果として日本の産業構造を研究する本が出版され、一大センセーショナルになると。文字通りですね、世界を製造業で席巻したと言っていいと思います。日本の当時の価値パターンが実はあったので、それを言語化してきました。どのようにナンバーワンとまで言わしめたか。このようにですね、まず日本企業というものはコスト、低価格で勝負をかける。それによってですね、シェアアップをしてですね、増産すると。ああ、失礼しました。増産ですね。量を増加すると。さらに量を増産しますから、いっぱいその原材料を仕入れるわけで、原価を低減すると。さらに量産効果も効くという感じで、これの黄金サイクル、プラス着任金をテコに事業を拡張していくと。いう感じですね。一方でですね、今見てみると、これ1995年、小川製作所から取ってきてるんですが、1995年から比較すると、日本の負債は全く成長していないんですね。各国は負債がどんどん成長してまして、未来に対して投資をしてるにもかかわらず日本は成長していないと。要するに事業ドライブがかかってない、当時の価値パターンを忘れた日本になっていると。話を戻しまして、この価値パターンで米国産業をどんどん圧迫してた。じゃあどういった順番で圧迫していったかというと、まずは、繊維ですね。トヨタ佐吉さんみたいな方がいらっしゃってですね、この特許をイギリスに売り渡すことで当時の自動車メーカーを作ったという事実もある通りですね、まずは繊維を圧迫していくと。で、白物関連ですね。次に特殊鋼とか鉄鋼ですね。鉄は国なりとか言われますけど、そういったものも高品質な鉄を量産していくと。自動車ですよね。ふんだんにこの鉄、鉄鋼というものは使われております。自動車で、当時ですね、アメリカに380万台年間輸出すると。そうなったらもう、どんどん日本から安い車が入ってくるわけですね。どうなっとんねんということで、米国の自動車産業を圧迫していく。で、最後には半導体、そして不平等条約につながると。現在日本に価値パターンと呼ばれるものがあると皆さん思いますか？僕はね、なかなかないと思うんですよね。近年の日本は明確な価値パターンを創出できていないと。それなんでですかっていう感じでございます。この成長はオイルショックまで続くことになりまして、逆にですね、急激に成長したものですから、世界のですね、国々が日本に興味を持つわけですね。ジャパンアザナンバーワンっていう本も発刊されてです、
です。なんで日本はあんなに成功したんだということですね。密かに産業構造を読み取られることになりますと。日本の強さの秘密がですね、暴かれると。ボストンコンサルティングが日本に拠点を作ったのが1966年ですね。日本人はですね、実は破竹の勢いで成長していって世界を席巻したんですが、なぜ勝ったかっていうことをなかなか言語化できないと。強みや弱みを言語化できなかったわけで、このボストンコンサルティング等にですね、読み取られてしまうと。当時ですね、じゃあどういった強みがあったかということでございますが、デジタルツールが乏しくて現場浸透が難しかった時代、要するにメールとかファックスも、まあ、ファックスあったかな。しかしそういったデジタルツールがなくて現場浸透一気にさせることが難しかったわけですよね。トヨタが生んだ傑物ですね。これですね、さすが。マーク・エヴァンスで同じような講演してきたんですが、エグゼクティブが集まる中でした。ほとんどの人がトヨタの傑物間違えずに言い当てることができたんですね。しかしですね、先週伝送で講演してきた時にですね、なんとこの王の対立を答えられないと。で、こういった王の対立が書いてですね、TPS でですね、トヨタ生産方式。この本を読んだことありますかと。係長ぐらいであれば、あ、読んだことあるけど中身はあんま覚えてないね、みたいな感じですね。末端の社員に至ってはですね、この TPS 王の対立が書いたですね、トヨタ生産方式を一番色濃くというか、本人がこれ作ったわけですから、その本の存在すら知らんと。何やっとんねんと。舐めとんなっていう感じですね。この本を伝送社員に読んでないっていうのはもうありえんと。なんたる不勉強だと。まあ全ての人がそうではなくて一部の人だったかもしれませんが、この王の太一が書いた TPS 読んでいて当然なんですね。組織の継続力と生産技術力で米国を圧倒していくことになるわけでございます。さらにですね、この TPS という本の内容はですね、米国人に研究されてザ・ゴールという本に書き換えられてですね、米国で出版されると。で、そのザ・ゴールを読んだ当時の経営者ですね、それを現場ナイズしまして、ザ・ゴールを現場ナイズした経営者がどん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 儲かり始めると。要するに、ここですね、何が書いてあるか一例をしましますと、一つの工程だけではなくて、工場全体でスループットを考えないといけないよ、みたいなんです、ね。当時のアメリカ人は一つの工程だけ装置を入れる、ロボットを入れれば儲かるんだって考えてたんですけど、それは在庫とか無駄になるということを初めて言語化した本なんですね。で、儲かり始めて、この本はやばいということになりました。ベストセラーになると。しかしベストセラーになったんですが、これを日本語訳してしまうと日本人に米国人が TPS を読み取ったと分かっちゃうから、日本語訳はですね、発刊禁止になったと。 TPS はその後ですね、あらゆる産業に現場ナイズされることになって、後にですね、現代になるんですけども、 IT を掛け合わせることで新たな産業構造を創造していくわけですね。まさにですね、米国は息を吹き返すことになると。この TPS ですね、米国でどのように息を吹き返していったかというと、リーン方式ですよね。こういった感じで、マサチューセッツ工科大学が提唱しましたが、彼ら提唱したと言ってるんですが、ほぼ TPS ですわ、これ。で、様々な産業に適応していったということで、皆さんですね、僕、他の動画にも出してるんですけども、出るですよね。出る生産方式ということで、あんな中身上げてみればですね、ジャストインタイムで物をですね、運んできて、ビルドトゥーオーダーすると、まさに TPS じゃねえかと。空港から800メートルぐらいの距離にですね、工場を作って、空輸して、4日とかで届けると。当時のノートパソコンとかデスクトップのモデルってどういう風になっていたかというと、約ですね、半年ぐらいかかってたわけですよ。何をしていたかというと、大量生産、大量受注みたいな感じで大量生産して、それを組み立てて、いらないソフトウェア等を流し込んでですね、そこにも非常に日数が必要であると。で、倉庫に滞留させて、店頭に出てくる時には半年ぐらい、180日ぐらい経ってるわけですね。で、当時半導体の成長って非常に目覚ましいので、もう店頭に出ることには陳腐化してると。さらにですね、不必要なソフトウェアが載ってると。なので売れ残るわけですよ。売れ残ると何が起こるかっていうと、次の PC の粗利を圧迫するわけですよね。値引くわけですから。しかしながらデルモデルっていうのはインターネットで受注を預けて、ジャストインタイム、ビルドトゥーオーダーで組み立てるわけですから、一切無駄ムラがないわけですよね。これによって最適な価格、最適な性能でお届けするということで、もう PC で一世を風靡したわけでございますと。その他には病院ですとか、その物流もですね、IT と統合することで、工場、要するに物流倉庫を工場とみなしてですね、スループと最適化すると。ソフトウェアでやっちゃう、アマゾンが使ってるみたいな感じですよね。日本ではですね、組み立て産業だけがこの TPS を使ったわけでございます。他の分野にですね、転用できなかったわけですね。要するに TPS として発刊したんですけど、日本人はそれをですね、言語化されてるにもかかわらず、学習せずに他の産業に適用しようとしなかったわけでございます。今ではですね、米国のビジネススクールでこういった産業のビジネス化を学ぶのは常識になっていると。では最先端の製造業に関してどういった授業が取られているかと。
アーヘン工科大ではですね、サプライチェーンマネージメントですとか ERP、プロダクトライフサイクルマネージメント、そしてメスシステム等をですね、含め、生データからどういった現場動態になるのか、どういったオペレーションが必要になってくるのか、というものを学ぶと、産業の全体像を学習するキャリクラムがあると。例えばドイツ企業のですね、CEO とか、米国企業の CEO になってですね、現場に行って学ぶわけにはいきませんから、恥ずかしいから、密かにですね、このアーヘン工科大に行ってですね、しっかり学習して、現場ライズを図っていくと。これだけ努力してると。なのに日本の教育機関を見るとですね、こういったサプライチェーンマネジメントとか、プロダクトライフサイクルマネジメント、カリクラムにですね、入れてる学校って僕知らないんですけど、あるんですか？やっとこの王の対峙 TPS を学び始めたと。かなり遅れてるわけですよ。つまるところ、欧米人に言えるのは、必死に言語化し、そして学問に対してものすごく投資して、粘り強くやってきてる。わけです。同じようにですね、ドイツも産業構造を研究し、自国への適応を図るように長年努力してきたと。アメリカがこういう風にで TPS を読み立ったように、ドイツ人も非常に努力してると。それはですね、年表を見れば一目瞭然でございまして、2000年から2005年ぐらいはですね、米国にこれ学びに行ってるわけですね。システムズエンジニアリング、要するに今後 IT とかデジタルと掛け合わせることで産業構造どうなるか、みたいなことを議論してると。で、そこからですね、追っていくとですね、10年後ぐらいにインダストリー 4.0 が出てくるわけですね。なるほどと。これは学習してやってきてるなと。で、さらに近年になりますと、2019年ガイア X ということで、一大プロジェクト、インダストリー 5.0 につながるような国家プロジェクトが発表されてくると。要するに、インダストリー 4.0 以前からエコシステムを構想、構築してきていると。そのつながりはですね、日本の展示会でも確認できると。このように、ジムトフで僕ね、34公演やって死にそうになりましたが、公演だけね、してですね、満足してる僕ではございません。しっかり現場歩いていろんなソリューションをですね、確認してきました。で、ユマティですね。これ何かというとですね、CNC ですとか工作機械から情報を吸い上げるために標準化されてないんで、ドイツが標準化しましたみたいなことを言ってるわけですね。おい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 と。三菱電機ファナック、お前ら何やっとんねんという感じですよね。工作機械でもデータ取得の敷居を下げてデジタル化を推し進めると、まあその敷居を下げてくると。で、このユマティって何のためにやってるんですかみたいな話をしたところですね、いやこれはエコシステムの中の一環であると、インダストリー 4.0 から繋がってますよみたいな発言がですね、何も聞かずに教えていただいたと。もう戦慄を覚えると。要するにこういった末端でもインダストリー 4.0 が前提になってるわけでございますと。じゃあそのエコシステム、彼らが言うですねエコシステムとは何でしょうかと。製造業というシステムとして標準化に挑んできると。カテナ X ですね。ここに10の項目でですね、この仕組み化して言語化して標準化を狙ってきているわけでございますが、ここにですね、MaaS というものがあるんですね。まあ僕の動画を見てる方々であれば、この MaaS というものは、モビリティアザサービスだろうと。95% ぐらいの日本人はそのように答えると。まあ 98.9% ぐらいですかね。しかしながら、欧州人にとってこの MaaS というものはですね、マニュファクチャリングアザサービス。要するに製造業のサービス化になってきると。つまるところ工場システムとして無駄を極限まで減らし、これを展開していこうと。その標準化の取り組みはですね、すでにドイツ企業の大手で実証段階に来ていると。こういった図になって言語化されてしまっていると。今ですね、デジタル化でございますので、例えばトレース情報とか稼働情報とか電力情報が必要になってくるわけですね。まあトレースとか稼働情報っていうのはプロダクトに対して生産性をどういうふうに高めるか、スループットをどういうふうに高めるかっていうものをですね、データからやっていくと。まあそういった時代になってきていると。さらにですね、カーボンフットプリントということでグリーンが差し迫ってますので、現単位での電力情報も取っていかないといけないと。日本ではですね、それぞれの情報を取得するため、都度システムを構築していくんですね。工場でバラバラなので、至るところに無駄が発生する。要するに、一から全て構築しないといけないんで、大変でしょと。一方、こっち見てくださいよ。バスフでしょ？そして、フォルクスワーゲンと。この工場システムが、なんと、標準化されてると。彼らは自動車と化学工場なのに、同じシステムを使ってると。工場ごとで構築方法が異ならず無駄がないと。土台は同じで、化学工場ならではとか自動車メーカーならではということで、最後はカスタマイズしていくわけですね。ということで、会計システムは SAP、それ以外の工場システムはシーメンスが担うということで、しっかり分業して競合しないように彼らもしてるわけです。日本では企業ごとで機関システムの考え方が違うと。これを図に落としてきました。最初は遅いんですけども、将来加速度的にやられてしまうんじゃないかと。欧州勢はですね、製造業エコシステムがあると。で、こういう風に機関システムを作っとくわけですね。その上に、フォルクスワーゲンとかバスフはですね、上に現場内蔵されたシステムをちょちょっと作ると。
一方日本ですよ。パナ、三菱、トヨタ自動車ということで。まあそれぞれですね、横串を刺した工場ルールは特になーしとか言って、各工場独自のルール設定とか言ってですね、工場ごとでもまた構築方法がこれ違って無駄なことやってると。こういう風にゼロから作っていくと。もちろんここの製造業エコシステムを作るにはものすごく時間が必要ですよ。しかし将来は無駄がないわけですよね。フォルクスワーゲンで実証が終わったら他のドイツ企業とかフランス企業にこれが展開されたらどうなるんですかと。一方の日本は現場力すり合わせで構築ザラーみたいな感じですね。最初は日本が勝ってますよ。赤が日本だとすると。しかし将来はこんな感じで一気に追い抜かれると。まあ米国は独自路線ということで、例えばマイクロソフトとかグーグルとかデファクトスタンダードがその国のスタンダードみたいになるわけですよね。なので独自路線で行っちゃうんですけど、欧州勢っていうのはここに横串を刺してきてると。欧州にオープンなプラットフォームが多いのはなんかオープンですよね。情報もクローズドじゃないですよね。戦略的構築にこれ起因してるんじゃないですかと。普段感じる欧州勢の脅威とはここが根源ではなかろうかということでございます。いかがでしょうか。皆さんどう思いますか。ということで、企業ごとで都度システムを構築する日本は標準システムの骨組みがないため、至る所に無駄が発生すると。わかりやすいのが伝票システムみたいな感じで、僕ねミスミにいたんでいろんな企業とやり取りしてますわと。で、伝票システムなんかですね、まあ他の部署だったんであれですけど、携わること結構あったんですね。もうですね、トヨタはトヨタ、マツダはマツダとか、パナソニックはパナソニックみたいな独自のルールがあってですね、しかも電子入力 EDI 接続できないんで手入力するとかバカなことやってるわけですよ。情報のやり取りを行うための標準化がされてないんで、その企業ごとでシステムを構築しまくるみたいなね。で、その構築に半年ぐらいかけるみたいなことを平気でやってるわけですね。こういった無駄を彼らは想像していたわけで、インダストリー 4.0 は途中あらった構想ではなくて、将来巻き返しのためにエコシステム標準化を担う一連の流れの中の構想ではないでしょうか。日本は日本に根ざしたエコシステムの標準化ができていないと思います。制御一つ取ってみても大きな枠組みからおそらく戦略構築が必要だったはずなんですね。ということで、制御の話を見ていきたいと思いますと。FA の多さですね。三菱電機にそういった思想がないわけではないんですけども、例えばデジタルツインの実行はあくまで局所的であると。LINE 個別での最適化にとどまっているということで、こういう風にジェミニだったと思います。現場に近いデジタル上で設計して、それをフィードバックかけていくとかですね。そしてそれをですね、スキャダということで吸い上げて、リアル情報からスループットを最適化していくわけですね。オープンでエンジニアリングチェーンをつなげたからそこに隠し申請があったんですが、個社個別での取り組みなんですよね。ということで、日本を代表する制御といえばですね、まあオムロンもあるかと思いますが、オムロンさんはクローズドなんですね。しかもですね、このオムロンさんどうかなって思うのはですね、そもそも市場シェアで劣ってるんですね。その制御でですね、クローズドにしてデジタルツインを作成するにはですね、オムロンの PLC を全部使う必要があると。ロボットもオムロン製である必要があるみたいな、ちょっと時代錯誤なことを言って出るわけですよね。クローズドな制御を構築と。もう戦いは今見ていただいた通りですね、シーメスがやってるように工場とか上位経営システムになってると。サプライチェーンでの戦いが始まってると。全体最適につながらソフトウェアをそもそもダッシュされれば、ソフトウェア基準で商品が選定されやすいということは必然であると。なのでオープンである必然性があるんですけど、そこ見えてないよね。そもそも日本と欧州はそういうけど、日本は日本独自みたいな、じゃあ日本で横串を刺すみたいなことはされてないわけですよね。オムロンと三菱電機がね、そこは戦い領域じゃないから協業しましょうみたいな話もされないわけですよ。将来像は工場全体最適であり、まあね、オムロンさんでも工場全体で最適化していきたいって言ってるわけですよ。そんなオムロン一人じゃ絶対無理でしょと。しかし理想はそこにあると。まあジレンマがあるということで、はっきりとして将来像を見渡してないわけですよね。制御でデータ取得の標準化の動きもほとんどないわけでございますと。一方の欧州は各企業のシステム構築概念もオープンであることが前提、それって共通資産でしょみたいな感じですよね。そこのデータ取得する敷居を上げてどうすんのって話ですよ。基礎構造に横串が刺されていると。社会エコシステムの中で企業としてどのポジションを取るかという戦略を検討しているわけです。制御システムすなわち工場システムの構築概念が日本とそもそも違うことが見て取れるわけですね。日本は日本文化の中でどのようなシステムを構築すべきかという議論がそもそも必要だが、個別ですよね。企業ごとでサイロ化されてしまっており、企業個別の方針に委ねられていると。エコシステム、要するに企業が連携して構築している欧州ですね。エンジニアリングチェーンが繋がりやすい土台があると。そういったところとの戦いを今後強いられていくだろうと言い換えてもいいかもしれません。さらに、このカテナ X というものだけではなくて、ガイア X につながるプロジェクトというものはですね、着実に進んできていると。
カタナ X だけじゃないんですよ、これ。電気システムとか、情報システムとか。もし、こういった領域で欧州勢に負ければですね、これはトップ層の言語化能力で、日本人の言語化能力での敗北につながるわけですね。そういったことを考えてこなかったわけですよ、日本人の大企業のお偉いさんっていうのは。すでにですね、カテナ X につながるものとして、情報を吸い上げやすくしようと。しかしながら、その中小企業っていうものは、一から構築できないじゃないですか。そういった敷居を下げるために、すでにソフトウェアなんかはですね、GitHub に無料で公開されてると。なので、そういった連携、要するに IoT で稼働情報とか電力情報を吸い上げるための標準化されたソフトウェア、しかも誰でも使えるものが GitHub に落ちてると。開発リソースの割けない中小でも利用が今後可能になってくるわけですよね。はい。大きく関連するシーメンスが、じゃあどういった標準化を目指してきてるか、シーメンスがあそこにありましたから、シーメンスを深掘っていけばおそらく下位にたどり着けるということで、全体での最適化を追い求めると、こんな感じですよね。プラントシミュレーションというもので、人の動きとか物の動きを可視化して最適な管理が可能になっていると。しかもサプライチェーンにつながって、こういったものをデジタルで可視化可能なんですね。三菱電機さんはですね、まあ制御領域というか、こういった可視化してるんですけども、ラインに留まっていると。工場全体での最適化を図ってきていると。それだけではなくて、メカトロニクスコンセプトデザイナーみたいな感じで、日本の CAD って FA 系、要するに装置系と電気系ですよね、が分かれてるんですね。後で統合しないといけないんで、修正が出てくると。しかしながら、シーメンスっていうものはですね、この起点一体で開発を進めるみたいな、上位レイヤーも統合して無駄ムラがないようなソフトウェアを提供してきてると。エンジニアリングをつなげて上流から工場を脱出する構想を描くと。こんな感じで CAD を持ってるし、プラントシミュレーションを持ってるし、そして通信のプロフィネットですね。まあ今はイーサキャットが覇権握りそうですけど、別国の。こういったものも持ってるし、そしてエッジ側を持ってると。上流から下流まで全て一個の軸で抑えると。そして今後は工場もクラウド化していくっていうことを言われてますし、実際していってると。マインドスフィアと。今後の工場はクラウド化していく。クラウドからエンジニアリングチェーンをつなげることで、メーカー親和性で FA のこういったエッジなんかもダッシュしていくと。もちろんオープンでも、まあ、シメス取っていくよって感じですね。個別最適の時代からフェーズが移ってると言っていいと思いますね。何度でも言うが、パッドでの構想ではないんですね。インダストリー 4.0 と。こういった制御領域だけではなくてですね、シメンスというものは虎視眈々と準備してきたわけですね。シーメンスが今まで買収した企業を見れば、これ一目瞭然でございます。そこも紐解いて言語化してきたと。感謝してください。2007年は、なんと NX 買収すると。この NX というものは先ほどお伝えした CAD ですね。日産とか GM 松田がおそらく使っているだろうと。PLM 三大ベンダーでございますと。で、2008年になると、プラントシミュレーションにつながるようなプラントマネージメントですとか、2011年はメスシステム買収してるんですね。で、2012年は CAD との親和性が高いですね。CAE と。モデルベースドデザインにつながるようなコンセプトには不可欠だということで CAE を買収してると。さらにそれだけではなくて、こういった感じで買収していく。じゃあどういった軸で彼ら買収してるかっていうと、PLM ですね。プロダクトライフサイクルマネージメントと TIA ということで、トータリーインテグレーティッドオートメーションと。これ何かっていうと、リアルの、例えばメスみたいなものは実行システムなんで現場寄りじゃないですか。CAD とかプラントシミュレーションみたいなものはソフトウェア上で、その現場から情報を上げて、サイバーフィジカルシステム、要するにデジタルツイン上に描いて、そこから修正すると。現場寄りと、そしてデジタルツインより、その二つの軸で買収を完結してると。集めた情報を戻す仮想現実ですね。要するにエッジ側も持つし、そしてそれを食わせる仮想現実の方も持ってると。プラントシミュレーション、CAD ですよね。買収総額は1兆円を超えると。すべてこの2つですよね。起因してると。はい、シメンスが区間の買収に名乗りを上げた後に撤回したわけじゃないです。これは有名な話ですが、彼にとってロボットは全体最適ではなくと個別最適の要素ですよね。要するにロボットだけ情報を取れたとしても、それ意味ないじゃんと。全体最適できないでしょということですよね。工場として最適化できないと。なので、フィールドシステムみたいなものは失敗したわけですよね。しかもあれって囲い込みだったわけじゃないですか。オープンな戦略思考じゃないですよね。しかも国としてどうやっていくのみたいなですね、ビジョンがなかったんで、ああいった試みっていうのはことごとく日本では失敗すると。だからオムロもおそらく失敗するわけですよ。話を戻しまして、彼らの戦略上必要のない産物なわけですよね。そういったことが言ってないんですけど想像できるわけですよね。製造業の動態を全体で数値化すると。数値によってで最適化するわけですよね。シーメンスっていうものは現場の最適化を図ると。カテナ X もそうじゃないですか。数値化すると。そして工場として最適化するし、工場のシステムとして標準化しようぜと。動態をセンシングするためにデータの取得方法を標準化
彼らはしてきてるわけですよね。ユマティに代表されるようなものです。むしろオープンであることが前提であると。しかしここだけでは終わらんと。ここだけでもですね、今までの日本には言語化できた担当者がほぼいないんですが、実はこの話には続きがあるんですね。このプレゼンはもう長くなりましたが、こっからですと。ね、あのね、TikTok とかでこの戦略って話せないんですよ。難しいんでね、10分ぐらいで要約できないんですね。40分ぐらい話す必要あると。しかしですね、ここまで聞いていただいた方はですね、耳かっぽじって聞いていただきたいと。なぜですね、標準化するんですか？もちろん、欧州側として標準化されたシステムを工場に適用できるっていうのはメリットあると思うんですよね。しかし、あそこまで標準化って必要なんですか？しかもユマティなんか日本まで連携してるわけじゃないですか。なんでそんなグローバルでやるんですか？なぜ他のドイツ企業も参画するんですか？オープンにする、日本ではそれ二分してますから、クローズドでやるか囲い込み でもそれだと利益減っちゃうよなっていう感じですよね。でも長期的に見ればオープンである必要性があるわけですよね、欧州にとっては。なんでしかも他の企業参画するのって、なぜそこまでオープンである必要があるんですかって、はい、なんででしょうか？それはですね、新興国に工場エコシステムを、要するに工場システムをサブスクで埋め込むと。カテナ X のマースですね。マニファクチャリングアズアサービスと。これがドイツのマースになってると。ということで、なぜ工場システムをサブスクで埋め込むか。なんでそんな構想ができるのか。それはですね、標準化の大切化ということで、戦略の横串を指す重要性と。電気について、電力システムですね。これに関してドイツ勢、欧州勢がどういうふうにやってきたかっていうのを表出しさせていただきました。スマートグリッドですね。スマートグリッドというものはですね、電力システムであって、例えば原発みたいな発電、そして送電網、さらに使う側の工場とか商業システムですね。イオンみたいなデパートとかあるじゃないですか。デパートってあれですけど、そこでどういった電力システムが必要とか、あと家庭とか、そして車が出てきていましたね、電気自動車。そこの電力システムをどういう風に構成したらいいかと。彼らはどういう風にやったかというと、各セグメントごとにこのようにプロットして、さらにどういった領域に対してどういった IEC 規格が対応になるかというものを全て表出ししたわけですよね。関連 IEC 規格を表示することによって見える化すると、これが言語化ということで、各企業は自社がどういった領域で IEC 規格対象になるか、そして IEC 規格の対象製品は何かというものをすぐわかりますので、それに基づいて規格通りに作ると、要するに開発がスムーズにいくわけですよね。日本でもこのスマートグリッド原価しようとしたんですけど、わずかやったのはですね3セグメントと、欧州っていうのは10セグメントぐらいやったんですけども、そこしかできなかった。じゃあこれどういう風になっていくかっていうと、例えば新興国が電力システムを使いたいと、しかも最先端のものみたいな、欧州からその電力システムをサブスクで使えるようにしてもらうと、標準化ですよね、コンサルなんかしてもらうと、そしてシステムなんかもソフトウェアは絶対関連してますから、サブスクで使うようになると、新興国としては一気にですね最先端の電力システムを使えるんで、めちゃくちゃありがたいですよね。さらに欧州側としてはサブスクで売れるわけですから、お金がチャリンチャリン落ちてくると。しかも IEC 企画ですでにグローバルスタンドアウトで作ってるわけですから、売りやすいと、製造業も動かすことができるわけでございます。何より新興国へシステムで持っていった時の効果が絶大であると。新興国は最適化されたシステムを入手でき、国の発展をドライブできると。欧州はサブスクで長期間のマネタイズが可能になる、まさにウィンウィンの構造が出現していると。日本はですね、このサブスクビジネスどうも成功しないんですね。それはですね、決算単身にも問題がありまして、その年の売上しかあそこに載せることができないと。サブスクで例えば20年契約ということであれば、その20年の契約の売り上げを載せることができないんですね。なので1年間のその10分の1ぐらいにコンパクト化された売り上げだけしか載せられない。なので製品を作ろうってなっちゃうわけですよね。マースができないと。これが製造業のサービタイゼーションで、工場システムに戻しまして、製造業のデジタル化が可能になれば、サイバーフィジカルシステムは国境を越えていけると。例えば先ほどお伝えしたプラントシミュレーションを基軸に、各装置の稼働や人員が見える化されていれば、同じ工場システムを海外に移植することは可能ですよね。しかも新興国としては最適なスループットが一気に使えるようになるわけですから、こういったソフトウェアって喉から手が出るほど欲しいわけですよ。
それどころかですね、原価算出も容易になりますよね。装置のサイクルタイムなんかすべて表示されるわけですから。そして MCD ですよね。とつなげることで、メカトロニックコンセプトキャドとつなげることで、現場効率的にもなると。これはダストさんから企業 PR 依頼された時に詳しく話してます。要するに設計だけではなくてですね、現場の人も現場のサイクルタイムを鑑みて CAD を見ることができるようになると。そして熟練工の技術、例えば焼き入れとかそういったことも数値化できれば、今後さらに海外移植が容易になってくると。ドイツは自国の工場の生産性も上がるわけでございますが、さらに最適化された工場システムは新興国としても利用したいわけですよね。僕だったら利用したいですよね。一方ですね、日本なんか電力システムの話に戻りますが、彼らが何をやってかっていうと、うちなら新幹線がありまーすと言ってですね、いやちゃう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 、そういう話じゃないみたいな感じですね。システムでどういう風に国として発展をしていくかっていうことですね。最適なシステムを使えばドライブできるわけですから、製造業。これはですね、もう持ちに描いた絵ではなくてですね、シーメンスなんか現実にやってると。すでに中国の BMW の組み立てをフル単金で受け負ってですね、当該工場は1シリから3シリを編集変量で生産、熟練が不要、99% の高い稼働をなんと実現してしまってると。シーメンスだけではなくて、フランスのシュナイダーですね。なんと4月ですね、ハノーファに行ってきますが、このオファーはですね、シュナイダーからだったんですね。なのになんか日本企業は、僕の PR 企業が高いとか言ってくるわけですよ。ねえ、藤木海さん。それ、製造業舐めてますから、はっきり言ってポテンシャルとしてね。海外から依頼来るわけですよね。はい、来てください。シュナイダーは何をやってるかっていうと、東南アジアのプラント運用保守の売上成長は 10% を超えてるわけですね。ということで、まあ年々 10% 以上成長してるわけですと。要するにですね、工場をデータ化できる、全体でデータ化できるっていう土壌はですね、あらゆる点で有利でございます。じゃあそのデータ化するためには、情報の吸い上げが必要なので、そのデータ吸い上げの標準化しましょうと。つなぎやすいようにしましょうっていうことですよね。さらにですね、このサービタイゼーションというものに初めて成功したのは欧州勢ではなくて、なんと小松なんですよね。これも日本人がやってのけたわけですよ。出荷量1トンベースでの費用を長期契約し、小松も2010年前後からですね、マースに成功したんですが、結局ですね、この後に続く日本企業多くないわけです。なんか小松さんすげえなーって終わると。ああ、もう欧州が見たらですね、これはすげえとパークロって感じですね。日本人は創意工夫に富んでいるが、学習言語化を怠ってしまうと。商材の作り方をオープンにするわけでは全くないわけですね。接続とか連携方法の壁を取っ払うためにルールをオープン標準化することなんですね。その中でどう製品をプロダクトするか製造するかというものは、その企業の力量に依存すると。データの取り方が容易になったとしても製品が簡単にできるわけではないですよね。全くそんなことはないわけですよ。しかしながら日本がこういったビジネスできないというか、まあ日本独自で何をやっていくかっていう話なんですが、日本のジレンマと顧客目線のその先がないと、長期的な目線もないと。発電システムについても三菱重工、東芝、日立ですね、3社で顧客要望に合わせて作り込みをして、 IEC 企画なんて俺たちいいよって言ってたんですね。はい、しかしながら311になってですね、東電が厳しくなったら IEC 企画でやるとか言い出してですね、10年遅れ決定っていう感じですね。なぜかというと、日本には内需が一定数あるんですよ、ありがたいことに。なのでまあ標準化しなくても、企業間で協業しなくても大丈夫ですと。食えちゃいますと。欧州は言語が違い、標準化の土壌がそもそもあるんですね。はい、そういった違いはありますと。なので日本は日本文化の中でどのような戦略構築をすると、システムをどういうふうにやっていくかっていう議論が必要だが、制御で見ていただいたようにですね、サイロ化されてしまっていると。なのでまとめ上げる軸が弱いように思われと。例えばソサイティ 5.0 のような良いビジョンはあるんですが、長期的に進化修正していくエコシステムが備わっていないように思われると。ビジョンね、こういうふうに高々に掲げるわけですよ。でデータで全てみんなの生活が豊かになる。じゃあそのデータを吸い上げるために各社閣僚じゃねえかっつって、ああどういう風に飛んだよっていうことまで考えられてないと。そこを標準化せずにどうすんのと。継続的に修正方向性を調整しているんですか。ビジョンはいいですよ、ありがたいですよ、皆さんお国が言えばやりますから。しかしですね、それ修正していかないと、議論しないといけないと。ではその議論やってますかと。じゃあドイツの話でございましたが、ドイツやってんのか。インダストリー 4.0 っていうのはトップから一気に強制的にやってるんじゃないのと。
実は紐を開けてみるとこれ違うんですね。 RRI さんと一緒にこれ作り込んでいますが、このようになっていると。こんな感じでプロジェクトインダストリー 4.0 があると。連邦政府、州政府、そしてこういった産業別クラスターということで、例えば自動車とか鉄鋼は強い、まあ地域ごとによってクラスターが実はあるんですね。とか TN ということで、技術移転プランフォーファーみたいなところですね。まずは国がビジョンだけ発信すると。そして州とかこういったクラスターっていうのはそれを実証するわけですね。その後どうだったかっていうのを連邦政府に戻すようなエコシステムが備わっていると。トラスト法を順守することの前提に産官学が連携、社会実装をしていると。しかもこのインダストリー 4.0 プロジェクトはボランティアでやってるわけですよね。要するにインダストリー 4.0 というものは絶えず進化していると。修正されてると。だからその昔はですね、マースなんかなかったわけですけど、進化してああいった構想が出てきてるわけですよね。研究開発でもエコシステムがこれ存在すると。死の谷を越えるのは至難の業ですよね。今後製造業ドライブしていくにはいろんな開発が必要ですよと。でもその死の谷産業にしていく、だって商品化していくっていうのはものすごくハードルがあると。で、彼ら何をやってるかっていうと、フランフォーハーというものがあって、この R&D をですね、日本だと全て自前主義でやるんですけども、これだと荷が重いと。なので市場化までの3から7ぐらいの間ですね、まあ1から10、10が商品、1が本当に わけわからん、これ何の役に立つのみたいな感じですね。で、3から7ぐらいを彼らが受け負ってくれると。なので大学の横にはこのフランフォーファーの浸透がバカバカ出来上がりつつあると。もちろんですね、一方でビジネスに寄りすぎてるという意見もあるんですけども、このようなエコシステムがあると。さらに深掘りをしていくと、日本というものは製品化まで全て垂直統合で個別なんですね。欧州税、ドイツ税は、特にドイツ税何をやってるかっていうと、オープンな議論なんですね。人を介して議論していくと。このように不足している技術もこれだとわかるわけですね。要するに今足りないものを議論するわけですから、今どうなってるみたいな、どういった方向性でオープンにしていくかみたいな話をすると、こういった技術足りないねっていうことで、不足してると。そうすると、あ、ベンチャーで君やってみないか、みたいな。ああ、将来絶対必要になるからさ、みたいな感じで、ベンチャーがリスクを最小限にできると。日本だと一から全部やんないといけないですよね。銀行も将来必要になるんですね。だったら投資しますよ、ってことで、投資が集まりやすいと。さらに、このフランフォーハーの一部門の研究室の代表、そして大学の教授とかですね、インダストリー 4.0 業界団体にも出席するし、企業の役員も兼務してるみたいな体制になってるんですね。なので、議論がオープンというか、もうちょっと詳しく話したいんですけれど、長くなりすぎるんで、あれなんですけど、協業するところは協業すると。ビジョンはこういう風に持っていこうと。で、争うところは争うっていうことで、非常に明確になってると。なので、オープンで議論を活性化していくと。情報のフラット化が起こる。ということで、議論を重ねて産業をいい方向に持っていくには何が必要かということを彼らはやってると。はい、このインダストリー 4.0 という構想も産官学が連携して育てて実装すると。蓋を開けてみると、強烈なトップダウンではなく、エコシステムとして構造をですね、改善し続けるという感じですよね。そして驚くなかれと。このビジネスモデルも実は日本にあったものなんですね。しかも日本が成功させていると。超 LSI 技術研究組合と。今とは伝説になったですね。半導体黎明期ですね。競合会社のですね、技術者たちがですね、確か500名ぐらいのトップランナーがですね、共同で共通の技術的課題に挑んで、そして生産に関してはですね、自社でしっかりやっていくということで、オープンで議論をやっていったと。これ日本が初めてグローバルで成功させたんですね。経産省が入るとダメになるみたいなことはですね、一辺倒の議論に偏りすぎてですね、過去経産省が入ることによって成功した実績もあるんですね。半導体のあの勢いっていうものはここから作られたわけですから、実は成功してるものもあるし、これはオープンで議論をしたわけですよね。これも読み取られてる。もう十分じゃないですか。もう十分でしょうと。はい、日本初の屈指の生産システム、トヨタプロダクトシステムは米国人に読み取られ、現場内でされたと。そして小松が実現したモリティアザーサービスは欧州人に読み取られ、次の成長ドライブへ活用されると。日本が実現した世界初の産官学連携超 LSI 技術研究組合はインダストリー 4.0 構想として出現し、エコシステムとして進化していくと。はい、どうですか。やられっぱなしでいいんですかってね。やられっぱなしですよね、マジで。
ドイツ人は自らの思考で学び、ドイツ独自のエコシステムを構築すると。そしてそこに連なる企業も虎視眈々とやってきてるわけですね。シーメンスしかり、ベッコしかりと、シュナイダーしかりと。日本も長期間自前で R&D を行うと。これはですね、他の国では見られない、これもエコシステムなんですが、製品サービスの進化スピードは過去よりも圧倒的に速くなってるはずなんですね。日本にあった環境構築、循環構築が急務なはずだと思いますと。そして、まあ日本っていうのはですね、あえて言わさせていただくと、トップが決めると、みんなそこに従ってですね、猛烈にやってくれるわけですね。だからトップも非常に重要になってくると。しかし、今見るとですね、ある意味マネジメントの失敗であるということは言わざるを得ないと。将来を見通す力と、そして関連する技術を見抜く力ですね。その創意工夫っていうのはズバ抜けてるわけですよ。じゃあそれを連ねていく、その連携ですよね。そういった意思をですね、マネジメント層に育って、そして植え付けることができなかった結果、現在の価値パターンを創出できない日本、それを引き起こしていると。創造性と学習力でおそらく負けかけていると。だから普通としてるわけですね、日本企業っていうのは。はい。はい、そのように思われると。半導体しかり、省庁との連携がこれはもう不可欠なレベルになってきてるわけですね。なのでトップダウンでやるってね、ビジョンを示すっていうのもいいんですけども、継続的な回しが確実に必要になってくると。知識上流層を再度束ねる必要があると僕は思いますね。半導体ラピュタスしっかりですね、 TSMC 誘致にしっかりまあお国が連携してやって、結果はどうなるかわからないんですけども、リソースを割いていただいていると。しかしですね、日本というものはですね、製造業がなくなったら終わるわけですよ。そこに対してもうちょっとですね、目を向けていただきたいと。半導体も重要なんですが、しっかり自動車産業ですね、そこで働いている人っていうのは550万人いるわけですよね。さらに関連ですよね、商社等を含めればですね、もっといるはずなんですよね。やばいと。ここに目を向けてどうしていくかっていう議論が必ず必要になってくると。はい、何よりアクションが求められているはずなんですね。いかがでしたでしょうか。僕もアクション、お前発信するだけでやってねえじゃねえかっていう言われる方もいらっしゃるんですが、申し訳ない、やってると。しかし NDA の関係からあまり多くは言えないということでございます。例えば、一例で言うともっと大きいことやってるんですけども、東京の町工場おこしのですね、展示会があってですね、葛飾区の方がですね、最近町工場の人で後継者不足に悩んでると話をよく聞くみたいな。だったら、MOT ですね、東京理科大の大学院ですね、ここは非常にですね、その製造業っていうか理系の経営大学になってるんですね。だからここに皆さん入学いただきたいんですけども、そこで一つ授業を取ったらどうですか。要するに後継者不足に悩んでる社長さんを連れて、そういった MOT の学生向けにプレゼンをしたらどうですか。そうすればマッチングできるじゃないですか。そういった場の創出ってあなたやったことありますか。いや、そこまではありませんみたいな。だから皆さん言うだけなんですよ。なんかうまくいかねえなって言うのは簡単ですけど、実行してくださいと。で、僕何を言ったかと、じゃあ今度 MOT で、授業を僕教鞭取るんで一緒に行きましょうと、そこで話し合いましょうって、こういうことしてくださいと、実アクションしてくださいってことですよ。言うだけなんて1万人いたら1万人できるわけですよ。かっこ悪いんですよ、ぐだぐだ言ってるだけっていうのはね。アクションしてこそ将来ね、息子娘いらっしゃる方はですね、そういった日本を残していくと。製造業という産業を残さないと日本やばいというわけですよね。どうでしょう、僕はそう思いますね。ということで、ドイツ戦略インダストリー 4.0 その真相に迫ると。以上、お疲れ様でございました。いかがでしたでしょうか。非常にね、最大級のプレゼンになったと思いますと。はい、今回 RRI にですね、協力をいただいて作成させていただいております。もちろんですね、 RRI もこういう風に僕を活用いただいたということで非常にありがたかったんですが、議論はめちゃくちゃやってると。で、まあアクションも必要ですよね。こういった啓蒙活動とつなぐみたいなアクションが必要になってくると。国にですね、陳情しに行くみたいなね、警察署に陳情しに行くみたいなことも必要じゃないかなっていうのは個人としては思いますという感じで、先生ですが一言残させていただきたいと思いますと。ということで今回は壮大でしたね。ドイツの戦略を解剖させていただきましたし、まあ初めてね、ドイツ戦略言語化できたんじゃないかなと。日本で初めてですね。初めてじゃないな。実は言語化できてる本があるんです。最後紹介させていただきましょう。野村総研さんのですね、藤野さんですね。藤野さんも議論に加わっていただきました。そして、梶野さんですね。この二人が書いている第四次産業革命ですね。これ非常にわかりやすくまとまってます。リンク貼っときますから、ぜひね、読んでいただきたいと思います。ただ、その動画としては初めてというか、まあこういうストーリーベースで話せる人は僕しかいないかなと。
こういった講演してくださいっていう話でもいいですし、まずはですね、応援いただきたいと思います。刺激に思った方はですね、こういった動態だけではなくて、車、自動車、そして工作機械、半導体アンバサダーね、やってますと。もちろん FM もやってるので、ものづくりに関連がある人、そしてものづくりが好きな方ですね。ものづくり太郎に興味を持った方は、ぜひね、チャンネル登録いただいて応援してください。そして、一個でも刺激になれば、いいねボタンを押していただきたいと。もちろんベルマークもね、忘れずに登録いただきたいと思いますと。ということで、最後、次回の動画になりますが、スポンサー動画でございます。どうぞ。パナソニックさんですね。今回はパナソニックさんですね。もう電池作っても足らないということで、中途採用者を大募集しております。まずはですね、設備設計エンジニア、プロセス広報開発ですね。まあ、つらつら書いておりますが、興味ある方は止めてみていただきたいと思います。もう激動の電池なのでね、そういった中で自身をですね、研鑽できると。そこがポイントですね。そういった場面に立ち会える仕事ってなかなかないんで、興味があれば、応募いただきたいと思います。詳しくは QR もしくは概要欄からチェックお願いします。次回ですが、次回はですね、EV の動態をお話しすると思いますね。未定になってますが。ということで、こちらも楽しみに待っていただければ幸いでございます。ということで、疲れましたが、また次の動画で会いましょう。じゃあね、チップバイバイ。感想もね、コメントにお待ちしてます。はい、以上です。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。長丁場でしたがいかがでしたでしょうか。コメントもすべて目を通しておりますので、ぜひ皆さんご意見ございましたらたくさんお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。